アトック橋は、パキスタンイスラム共和国のアトックカード及びカラバド君、間にあるインダス川に架かる鉄道橋である。1979年に新たな橋、ニューアトックブリッジが建設されたことに対応して、オールドアトックブリッジなどとも呼ばれる。アトック橋は、パンジャーブ州及びカイバルパクトゥンクは週間のインダス川において、東京領は、 最も重要となる戦略的及び商業的な横断地点の一つであるため、重厚な要塞化がなされている。東京寮は当初、ギルフォードモールスワーズ協によって設計されており、1883年5月24日に共用開始されている。建設にかかった費用は320万ルピー以上であった。フランシス・キャラ反響によって、 東京寮の構造が再設計されており、250万ルピーの費用をかけて、1929年に再建されている。東京寮は2階建て及び5景観の構造をしている。3景観は長さ257フィートであり、2景間は長さ312フィートである。上段が鉄道用として、下段が車道用として利用される。鉄道道路併用橋である。 近くのパシュトゥン部族からの襲撃に対する防御として、東京寮へのアプローチ部が強固な要塞として建設されている。東京寮は有名な大官道の一部であった。1979年に新しい車道用の橋梁が建設されており、道路交通は東京寮から新しい橋梁へと移された。新しい橋梁はニューアトック橋として知られている。アトック橋は 鉄道用として継続して利用されている。ウィキメディアコモンズには、アトック橋に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。